なんとなく読み返していて思うんだけど、に対するみんなの反応集。巻き取って敵対する人間には悪辣で仲間内には優しいってすごいシンプルなやつじゃない。仲間内ならとりあえず人間も殺さないし反呪霊反人間は普通に受け入れる。リーダーとしても上後の意見も否定しない寛容さあるし花見には緩くアドバイスする。身内ならすごく頼もしいよ、身内ならね。ちゃんと人間してる。極道とか暗殺チームとかその辺みたい。うん、なんか当時はヘイトキャラみたいな風潮だったけど呪霊としての本能ままに動いていただけ。俺はこう思うんだけど君の意見も否定する気はないよ。これ花見、上後、賢弱に言ってるからマジで一貫してるスタンス。本能的に人間殺したいだけ。人間として考えるとゴキブリ嫌いなだけで優しい人くらいの感覚か。今の敵である宿儺も賢弱も人間だけど仲間とか友達とかはいらねえ派だけど呪霊側は弱い時のダゴンも含めて仲いいんだよな。バッタも名前つけてあげてたし。こいつ自分の意見は押し付けてこないんだよね。賢弱に言ってた俺と下等じゃ世界が違うから別に一貫させなくてよくない。は結構好き。イタドリが呪霊払うようにマヒトが人間をもてあそび殺すだけだもんな。マヒトもそれは理解した上でペラペラの価値観ぶつけ合いしようや。ってノリ。マヒトの殺人衝動ってクマが酒食べたり鳥が虫食べたりするのと同じようなもんだから、そもそも生態が違う生き物として考えにゃならんのよな。人間としてはもちろん払うべきだけどこいつに人間の倫理観を当てはめても仕方ないというか、あまりにも見た目が人間よりゆえの弊害はあるかも。柔軟な思考があっての異常な成長速度だよな。人から生まれた呪霊で本人は軽薄なのに、上後とか花見みたいなお堅いタイプの仲間の願望をけなしたり嘲笑したりは絶対しないんだよね。仲間を殺そうとしたら静かに怒るし死んだら驚く、だからなんか憎めない。上後と真人はかなり価値観違うんだけどお互い尊重してるのが今考えるといい関係。っていうか基本的にむちゃくちゃ優しいよな。むちゃくちゃ価値観違ってる仲間も善意で助けるし。上後たちに王として担がれた以上はやり果たそうとしていたのはある。言ったら呪霊サイドの主人公だし。喧嘩はダメだよ。ダブスタ上等って思想好き。でもその割には発言とか考え方に一貫性あるよね。高葉のじいさん、独自の価値観に生きる変わり者、赤ちゃん、これをちゃんとまとめていた王様。見た目が人間だし、悪意の形も嘲笑的というか人間的グミしたりゲラゲラしたりだから、災害とか人を草野生動物とかと同類と捉えるのも違和感があるのよな。でも正真正銘人間とは違う存在なので、人間の倫理観を適用するのは意味がない。妥協点はないので、ペラペラの価値観ぶつけ合いで叩き潰すしかない。上後がリーダーに据えたって話じゃないっけ。上後は上後で対極的に見られる賢い呪霊だと思う。宿儺にはそこがダメだったと言われたけど。人間の美徳とされる部分の適用範囲をエゴイズムで線引きしてその外側から見せつけられたら真人になるって考えると正しく人間の呪霊なんだなって。確固たる信念がない分激突するところもないから付き合いやすい。俺たちはそのように生まれそのように生きるってだけとか俺だって仲間を守りたいとか。イタドリたちに自分らの正当性訴えない潔さは相当珍しい。これ以上的に敬意のある言動はないんじゃなかろうか。悪趣味な真人が一度敬意を払ったナナミには最後の言葉を見届けてから比較的真っ当に殺してるの人間臭くて好き。イタドリへの嫌がらせを優先させてる気が。敬意を持てる人間には敬意を持って接するようだから生人基準でバカなガキはグロウの限りを尽くして死なせるが。いつも見たく粘土にするんじゃなくて真っ当に粉々にするのこいつなりの敬意な気もしてきた。ではのバラをこねずに片目吹き飛ばしただけで済ませたのは。戦闘中だったし、自分にダメージ入れて形勢を一時的にひっくり返したのもあるから。釘先の死体を晒していた鳥の心を打ったるべ。って言ってたから原型止めつつどう見ても致命傷ってわかるように顔半分吹っ飛ばしたんじゃない。ノベライズ描写を判定に入れていいかはわからんけど気に入った人間にはそういうところある。認めた相手は道具や玩具じゃなくて殺す敵って感じなのかな。人が人を呪う心から生まれたこいつだけは上後が言ってた我々こそが真の人間ってのに当てはまるっちゃ当てはまるし。真の人間、でも人って名前上後おじちゃんがつけた説好き。最初はこんなこと言ってたのに。本当にイタドリにダメージ与えること最優先にするなら、純平の時みたく怪物に変えて襲わせることもできたはずなので、彼なりの敬意ってのは確かにその通りかもしれない。真人ってものすごく人の心に満ち溢れてるよな。さすが人から生まれただけある。何しても人の呪いだからで済んじゃうのずるくて好きだよ。追い詰められてる境遇の人に君の全てを肯定するよとか才能あるよとか、実際能力開花させたゲタリ親身に話聞いて寄り添ってくれたらそら信じちゃうよなぁとは思う。なんていうか鬼滅の道馬に似てる気がする。人間の呪霊とかめちゃくちゃコウモリしそうなのに仲間たちは裏切らないの好き。
この手の性格のキャラは仲間のことも駒やおもちゃとしか見ていないってなりがちなのに、この辺うまいことずらしてるよね。人間は群れなきゃ生存できないからね。いじめっ子も身内には優しいからそういう気まぐれなところも人間らしいよな。本当に人間の気持ち悪さがうまく出てるよね、大好き。はぁ、やれやれ、真人もまだまだだな。釘崎や七民をそのまま死なせるより改造人間にして戦わせた方が虎杖に傷を負わせられただろうに。何が人間から生まれた呪い、聞いて呆れるぜ。それやったら読者にも消えない傷を残すことになるんで、当時割とマジでやると思ってた。七民に関して言えば真人を成長させた本人だし奴なりの慈悲なのかなとか思ってる。そんな優しさあるか、と言われるとまあ、そうだけど。一応その慈悲と釘崎は結構追い詰められててその余裕がなかったってので一応説明できるのよね。その方がまた少なと2回出られて2回許されるセーフ範囲できるしよかったんじゃない、真人。でも、野原はすぐ死にそう。それに原型保って死んだ方が釘崎だって認識強まるしそれはそれであり。で七民は普通に敬意払っていた。七民は改造しろよ。変形も小規模だったし七民が1回耐えたのを本人が覚えてた上であのワンタッチだったからまあ相当余裕なかったんだな。七民に関してはわざわざ始末に時間かけるよりはさっさと虎杖とやり合いたかったんじゃないかな。人間が人間に負の感情を抱いて生まれた呪いやから、悪人に対する怒りとか憎悪、嫌悪の類も一部含まれてると思うのよ。だから呪いではあるけど純粋悪ともまた違うんじゃないかな。あくまでそういった側面も含んでるんじゃないかって話やけど。真人って呪霊組の中じゃ自分を客観視できてる感じがある。呪いの戯言だろとか、うまく言えんがなんというか人間が呪いをどう思ってるかとかいろいろちゃんと理解して考えてそう。そこら辺は上後花見にはない感覚だね。ダゴンとかは特になさそう。わかる、どっかで読んだけど自分はあくまで人から生まれ落ちた呪いで製造元の圧倒的な策略と悪意には勝つことができないって悟ってる感じがする。人間と呪いの関係性に関しては一番真実に近いと思う。呪い自体がそもそも人、人って考えたらこいつは呪いそのものと言えるしうまい差別化だよな。上後とはだいぶ考え違いそう。上後こそ呪霊は人間より高尚な存在って考えそうな節があるけど、真人は呪いのことも人間のことも等身大で見てるような感じはあるよね。その辺は他特級どもの由来が大いなる自然への恐れである以上仕方ないっちゃ仕方ない。人間の呪霊の真人だからこそ強大な力持ちつつもフラットになれてるんだと思う。本とか読むからかな。読んでる本ですら特級呪物だからな。小説版で君みたいな人間ばっかだったら俺は生まれなかったみたいなこと言ってたし、いろいろ思うところがあるのかもな。術式の影響で自分にも心なんてものはないって理解しちゃってるから他の呪いたちとは考え方が違うのかな。五条とは違う意味で定年の人、いや人じゃねえけども。虎杖 VS 真人の関係好き。人と人が呪いをぶつけ合うバトルが多い呪術廻戦の中でも人から生まれた純粋で醜愛な呪霊と、つい最近まで人を心の底から呪ったことのないような人間の本気の呪い合いが格も綺麗で好き。真人は呪いの模範解答だと思ってる。こいつと虎杖の関係性は完璧だったんだけど、邪霊との因縁じゃなくてこいつ個人との因縁って形に関係性伸ばしていったおかげで死滅回遊以降物足りなくなったんだと思ってる。真人って虎杖が言う正しい人は真逆の邪悪なアンチテーゼとして完璧だったんだよね。お互いバチバチに相入れないことで互いを輝かせてた。この真人の表情邪悪すぎて好き。強い敵なんだけどちゃんとボコれるから見てて爽快感ある。主人公が天敵ってのも割とベタだけど好き。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。